おはようございます。8月11日の日曜日、お盆休み真っ只中になりました。今日はね、今までこのバイク乗り、自転車乗り始めてからこのバイクで富士山を見たことがないので、ちょっと富士山を見にですね、行ってみたいと思います。鳥坂道ってとこ抜けて、山梨に入って、で富士山、まあ、今日天気がいいんで富士山見れるといいんですけども、まあ、富士山とこの愛車の、ディスプレイ250、一緒に写真撮れたらいいなと思います。それではじゃあいつものエネオスで給油してからスタートしたいと思います。よし、行ってみますか。ではでは、本日スタート。秩父を抜けて、滝沢ダムまで来ました。すごいですね、これ。ロープ橋でぐるーって回って上まで登るですけども、このダムとこの橋、すごい景色というかね、もう感心するんですけど、これ人間がもう人工的にこういうのを作るってすごいですよね。人類が、人類っていうか人間の知恵っていうか、すごい。で、
ですかね、昨日は。スモークのシールドにすると、トンネル入るとき、シールドを開けたりしなきゃいけないと思うんですけど、そうするとね、直接風がヘルメットの中に入ってきて、大変な思いすることになることもあるかもしれないんですけど、これだとね、普通のシールドは、クリアのシールドにしてあって、それで、明るいとこ行ったら、インナーシールドをカシャッと下ろすっていう感じにすると、すごい便利です、これ。今回、本当、初めてそれを、体感しました。よくね、トンネル入ると、一瞬、真っ暗になって、うわぁ、前が見えないなんてところ、前あったんですけど、特にもうね、50になると、そういう視力っていうか、そういう目のことも衰えてきたりするんで、とにかくこの機能はすごい役に立ちました。うわぁ、それにしても、冷たい空気が気持ちいいなぁ。はい。というわけで、上坂トンネルに向かって山梨県入りました。気持ちいい、すごい天気。バイクもいっぱい走ってます。で、キスペケ君、初めての山梨です。初体験です。うわ、気温20度、涼しいわけだ。気持ちがいいな、涼しくて。地を遠くに見ると、そういうことも思い
出す、思い出すっていうか、思いを馳せながら走るのもなんかこつなもんですなっていう感じで、いいですね。このなんか盆地の感じとその眺めもまた新鮮、自分なんかには群馬育ちの。YouTube で見たことあるような通りの名前が結構ありますね。大菩薩峠だとか、桃だとか、ぶどうとかね、山梨。Google さんが結構マニアックな道ばっかり案内するんで、なんかこういう、もちろん民家が多い道とか通ってるんだけど、今ね、急に目の前に富士山が出ました。なんか、こっちに住んでる人にとってはそんなに、ね、毎日見てるもんだから、感動とかってあんまりないのかもしれないけど、住宅街だからよくは見ない、まあ、もうちょっと我慢しようか。でも、まあ、富士山見えるとなんかねテンションが上がっちゃいますね。だからね、この多分そういう人も結構いるんだと思うんですけど、自分なんかもう本当富士山が見えただけでもう感動しちゃいます。この雄大さっていうかね、うわ見える、一瞬だけど見えた。
すげえ。今日は天気がいいから、富士山に雲が一つもかかってなくて、よーく見えます。川口湖のところ、景色はあまりにも良くて、写真撮ったりしたかったんだけど、やっぱりね、さすがに、今日、日曜日、しかもお盆休み、もう車がすごくて、ちょっと止めるところもなかなか見つけるのも大変そうだったんで、ちょっと今スルーしてですね、もし、うわぁ、湖、おぉ、すごい、ここ、まあバイク止めたいけど危ないだろう。うわ、ここバイク止めて撮ったらすごいだろうな。うわぁ、すごいすごい。いやぁ、すごいな、ここ。眺めがすごい。まあ止めたら危ないんでね、ちょっとやめましょう。たぶん撮れてるよね。うわ、モーターボートが走ってる。すごいすごい。でね、ちょっと河口湖後にして西湖っていうところまで行ってみたいかなと思ってちょっと来てます。そっちの方がね、もしかしたら人が少ないかなと思うんで、写真撮れる場所があればなと思って、ちょっと河口湖で写真撮ろうと思ったんだけど、西湖の方まで行ってます。うわぁ、湖が綺麗だ。水の富士山ですごいな。うーん、すごいすごい景色よ。最高で写真が撮れました。あー、よかった。ちょうどね、開いてて、そこ最高っていう看板のところで、湖と、またこの雄大な富士山ももちろん素晴らしいんですけども、この最高から見えるちょっとこう、なんていうかね、控えめというか、そんな感じの富士山もまたなかなかいいもんですね。いやー、よかったよかった。一つ目的が達成できました。もう一箇所ぐらい取れるかなってちょっと欲張って見てるんですけども、川口湖方面はね、とにかく今日は本当に混んでるんで、どうかな、もし取れたら取ってみようと思います。今回この最古の北側と河口湖の北側とこう走れる道が、本当にね、湖を眺めながらずっと走れるんで、すごい気持ちがいいです。本当天気ってもうそれにつきますね。本当恵まれてる今日は。で、暑いかと言ったらそんなに、まあでもね、気温計を見たら30度になってるんですよ。もうなんで、まあ本当半袖で陽気なんだけど、それでも、まあ、走ってる分には全然そんなに暑さっていうのはさほど感じなくてですね、気持ちよく走れるんで、いいなー、すごいすごいすごい眺めだね。泊まって写真撮っていて泊まれる場所がないんで、うわー、すごい眺めだ。撮れてるかな。後で動画でアップするときに綺麗に撮ってればいいんですけど、とにかくすごい眺め。まあ富士山よく見えました。で、まあね、この辺いろいろ
観光地なんでいろんなところあると思うんで、あっちこっち行きたいんですけどね、今日はちょっと本当に混んでて混んでてっていう感じで、一番の目的を果たせたので、富士山とこのね、ジスペケ君の一緒に写真を撮るという目的を果たせたので、ちょっとまあ名残惜しいんですけど、ここの辺ちょっと河口湖を後にしてですね、ライダーの有名なスポット道の駅同士、ちょっといろんな方が行ってる動画を見てて、自分も行ってみたくなったんだったんで、ちょっと行ってみたいと思います。それで同士で一休みして、その同士道っていうのをね、なんかよく走って動画上げてる人が多いんで、そこちょっと撮ったことないんで行ってみようかなと思います。それではこの雄大な富士山を眺めながら、ゆっくりゆっくり走って、ちょっと道志まで行ってみようと思います。道の駅道志、さすがの人気スポット。普通の駐車場が止められず、芝生の上ですね、ここだったら止めていいよということで止めました。まあちょっと休憩していこうと思います。